あ岡崎さんよろしくお願いしますこんばんはこんばんはよろしくお願いします、えっと、今回豊田市美術館のオンライントークのボリューム四ということで岡崎健次郎さんに、えー、トークにお越しいただきましたで、えっと、岡崎さんには、えー、当館が2019年の11月から2020年の2月の え、末にかけて、えっ、ー、と、資格の改装ということで、えー、個展を開催させていただいたんですけれども、えっ、ー、と、まあ、ま、あの、まさにその、その後コロナが非常にこう、 加速度的にそれこそあのひどくなっていく中でギリギリまあ展覧会を最後まで続けることができてまあ、その後本当にもうあの世界がある意味こうバラッと変わるような経験を私たちがしたわけなんですけれどもでそもそもまあこのオンライントークっていうこと自体がまあ、あのコロナ禍において新しいまあ美術館でやれることとして始まったわけなんですがそのこのコロナ 経験したことによって、えー、今行っているこのオンライントークなんですがまあ岡崎さんの個展というものもある意味まあそのコロナを経験したことによってえー、っとその後の、えー、岡崎さん個展以降の岡崎さんの,ああの,、まあ、あのお考えというものもかなりこう、えー 変わ,変,わ変わらないんだけども実感として非常にこう大きくあの <laughs> 思ったことがあるっていうこともあの今回いろいろお話しさせていただく中で聞いていて、まあ、それを、えー、ぜひあのいろんな人に共有してもらいたいなっていうことで今回この場を、えー、設定させていただいています。で視、まあの改装の,の展覧会の時もそうなんですが、えー、そもそも岡崎さんが、えー、常にこう美術芸術なり事物を考える時にまあ 単線的な時間ということではなくて、まあ、時間の間が複数の時間がある、えー、複数の経営の時間があり、まあ、あの世界がまあ複数存在するということをまあ常に自分の作品の中でも、またあの他のえ作家の人のまあ作品の分析だったりだとか、まあ、作品だけじゃなくまあいろんなものの分析の中でそういうお考えをこう示してこられたと思うんですが、古、ま、典、ああの,の時にもブランカチレハイドの あの再現なんかもさせてもらってその中でもあの、えー、複数の空間時間が、えーまあ、同期するっていうことをそういう場所でも見せたりっていうこともしてたんですけれどもまあまあそれが一つ岡崎さんの考えの,あの非常にこう深い、えー、基本的なところになっていると思っていて、えー、またなんかそのことにつな、えー、がってくるんですけれども。 私たちがものを作るっていう時にどうしてもこう主体っていうものがあの何かをこう左右して作っているっていうふうに思われがちなんですけれども、まあ、そうではなくてむしろこう事物が私たち人間をむしろこう媒介者、えー、メディアムみたいな形にして事物自体が何かこう再生産させるような仕組みを持ってるんじゃないかっていうようなことも、えー、常々あの考えてこられたと思うんですがそれがなんかある種こう岡崎さんのこう とても得意なあの考え方っていうふうに思っていたっていうことはあの岡崎さん自身もまあちょっとおっしゃっていたとは思うんですけれどもそれがまあ,あの3年コロナのこの3年間の中で、まあ、社会世界が変わっていく中でむしろその岡崎さんがこれまで考えてきたものっていうものに世界の方が逆にこう近づいてきたというか重なってきたというか、まあ、そういう実感をこう抱いてらっしゃるっていうこともおっしゃっていたのでまあこの え、3年間の中でその世界が変わっていく中で、岡崎さんが時間とか空間について、その自分の主体的な考え方とえ、世界の在り方とのあのクロスする中で、どういうふうなことを思われたかということを今一度えお話ししていただきたいなというふうに思っています。ちょっと早口になってしまったかもしれないんですが、えっとまあ、古典以降、あのこの3年間の中で本当にいろんなことがあの世界にも起こってるし、個人的な。 あのこととしてもまあ,まあそういうことをあの具体的に少しあの例なども挙げつつお話ししていただけるとなんか私自身も何かすごくこう考える、えー、きっかけというか世界を見直すきっかけというかということになるんじゃないかなと思って、えー、この場を設けさせていただきました。というようなイントロで <laughs> 大丈夫でしょうか。 イントロが難しくて難しかったですかなんか昨日あ打ち合わせして、なんかす,ごいすごい勢いでいろいろ <laughs> 難しくなって。だけど、まあ、何でもそれでもいいですけど。えっ、ー、と、まあ、いくつか言われたことのニュアンスが違うよ、違うっていうか、ニュアンスをちょっと変え,変えながら言いたいと思うんですけども、まあ、この3年間にどういう。 経験をしたかとか、どういうふうに考えたかってことを言えばいいってことですね、一言で言えば。で、今、千葉さんが言われたことで、まあ、これが僕だ,にこ僕だけの感想なのか、うん、もう多くの人がこういうふうに感じてるのかが、っていうことがちょっと分、うん、かんなくなった、分かんないっていうところがあるんですね。で それは僕が主観あの個人的に経験して、そして主観的に考え,考えたり、主観的に観察したり思ったことなのか、実際に客観的出来事というか、そしてせ、まあ、世界の在り方とか、まあせまあ、文化に限って言えば、その文化を作り出している、構成しているさまざまな装置や状況が変わって、 まあ文化のあり方自体もみんな変わっていったと。もしくは、さらに言えばその、メディアとか文化と関わることで作られているうーん個々人の意識というよりは、もっとみんなが共有して持っている集団的な意識みたいなのが、時代的意識っていうのも分かもんだけども、うん、まあ、みんな変わってきたのか、わかんない。僕だけの観察なのわかんないって感じ。ねえ。 さらに言うとこういうふうになっちゃうともうみんなそううふなるわけだけどもそのこ個人的な今千葉さんが言われたことにそのことが言われてたけども時間的に感じてることとあの世界との関係自体がまあ変わるっていうことはもう共有み,みんなでも起こってることなのかどうかももしかしたらみんなもそう,いうふうに感じてる、まあ、今千葉さんが言われたからもしかしたらみんなも感じてるのかなって思って。 でも僕だけでで感じてるのかなとと思うこともあるんですねそれはまあ事情をいくつか説明しなくちゃいけないかもしれないしまあある程度公開されて千葉さんが言ってくれるのかと思ったら言われてくれないから自分で言わなくちゃいけないうん。まあちょっと振り返って言えば、まあ、2020年19年から展覧会が始まって「資格の改装」というタイトルにして。 まあ、だから時間的順序で、えー、ルトレスペクティブみたいに作品を展示しませんよっていう、そういうコンセプトで大きく言えば展,展覧会をやったわけだけども、それで2020年の2月に展覧会、3月に、あれ、2月に終わった。2月になったぐらいからだんだん規制っていうか、まあ、人が集まったりするのはよくない。まあ、展覧会は最後までできたけども、 まあイベントとかはできないとかそんなふうになってた。なんかちょうどきみんな神経質に得体の知れない、えー、まだはっきりわからない、えー、コロナというものに対して過剰に敏感になっていうような状態。実際は患者数はまだ少なかったけど。っていうとこから始まったわけですね。それで それから2ヶ月ぐらいして、なんかとある美術評論家連盟っていうあのところがやるシンポジウムみたいなのもあって、このコロナの、えーえー、状況の中で、どういうことが、どういうことがどういうい変容が起こるのかとか、どう認識するのかみたいな、文化の地殻変動っていう、えー、シンポジウムがあって、これはまだ YouTube で公開されてるみたいなので。見えます、はい。うん それと今日喋ることが同時に見れるっていうこと自体が今日話すことと似てるようなつながることかもしれませんけどもまあそれから3年間だってでまあその時はまだ何にも起こってなかったんですけどもその時に言ったことをある程度僕は自分でもやろうと思って大きな展覧会を世界中で分散的にバラバラに展覧会やっていくとかここの、うん、作品を多くの人に見せるっていうよりは ものすごく限定的な時間とか場所,場所が、うん、1か月とかに0らなくてバラバラでいつでも見たい人は見れるけどいろんな場所で見てたくさんの人がいっぺんに見るんでもない図書館の本みたいな本を読むみたいないうようなことをまあそれに近いそれの大元のまああとで喋るかもしれないけどまあそんなことをやってきたんですけどもねえまあ、えー、ラッキーなことで 急に普通のではと逆にコロナになってからの本がコロナっていうか c o v i d 1 9そになってから海外での展示が急に増えてまあいろんな場所でかい,いろんな場所って言ってもまあ2カ所3カ所まあフランスとかロサンゼルスとかあとアートフィアとかもありましたから急に海外との やりとりが増えた。ですけども、多くの、先ほど言ったら多くの数じゃないんですね。非常に小さな輪なんだけども、密接の関係みたいなのが増えて、まあ面白い状況だなと思っていたときに脳梗塞になっちゃって。ね、えそれが2021年の10月。で、ね、まあ、瞬間的にな、だからこれ病気っていう感じよりも、 まあ血管が詰まってそれで脳が損傷しちゃうっていうことですからこれ事件というか事故みたいな感じの病気の中でも <laughs> 長い間の生活習慣が悪かったせいですから病気ですがまあ実際症状としては瞬間的に起こることだけどもそれでまあ右半身が全く動かなくなるという得意な経験というかまあこのまま一生終わるかもしれないっていうところまで行ってかなりひどい状態だ そのままず,ずいぶん1年半前のことですけども、それから半年ぐらい入院していて、まあ、その間に、まあまあまあ、えー、まあまあというよりは、予想をはるかに超えてい,いろんなことができるようになって、まあ、でこれ出てきてから、えー、まあ、まだ不自由がいっぱいありますし、ね、日常生活は全部できると。と 作品が作れると言っても正常なのは5時間ぐらいで5時間以上以上はダラダラ遊んで休んでるみたいな感じです言ってるから休憩してるって感じですけどもねまあ、それ以上の仕事はしない,い,いんだけどでもまあ作品とかも作れるようになったし文章もできるようになってちょっとありえないことになって展覧会とめしたっていうことなんですが。うん。 まあ一言で言って、この間に僕自身にそれだけのことが起こったので、その僕の自身の問題としても、まあ、全く前には戻れないみたいな、前とは全然違うような感覚を持ってるんですね。で、それと、今、世界で起こっていることがの,の、事態の症状というか、僕が観測するのは重なって見えてしまって、まあ、得意な僕自身の身体条件とかに関わってる。 とも言えるけども、うん、世界自体も変わってきてるんじゃないかそう、同じように同期してるんじゃないかなみたいな感じを持ってるの。ねえまあどこから話をいいかっていうのは、<laughs> 千葉さんとの話だと、だからまあじゃあ、えーっとまあ、そこからやるとまだ時間が長くなるからやらなくてもいいんですけども、まあ、前のシンポジウムのにそに、その先ほど言ったね、文化の。 えー、その時に言ったいくつかのことをもう,もう一回ちょっと確認して、まあ、それは千葉さんに言ってもらおうと思ったけどまあ僕は言ってもらう <laughs> <laughs> 確認してまあここのとこちょっと考えが変わったよね変わったかなとかいうことを、まあ、言うとこから始めようかとも思ってたんですけどねえそれはでもビデオ動画が 公開されてるから、まあ、それを見てもらうので要点だけちょっといい,いうだけにしてそれで、まあ、今日だからそういう意味ではいわゆる、うんまあ、千葉さんの最初の話にもうすでに現れているようにいつものようにすごく難しくて大風呂しくみたいな話千葉さんをしてくれってことに結局聞いてるとなってるので。 まあ僕の個人的に起こった時の認識だと今どう思ってるかとかどんなことをっていう具体的なことと、まあ、僕は今世の中に起こってることというか世界とかをどう考えているかみたいなこと両方話さなくちゃいけないっていうことはまあ,まあした方がいいな受けたんですけど <laughs> 意外とその両方がしかそれこそ主観的なことと客観的な話が二つに分裂してそれはまあ僕にとっての 仕組みつな,げつながって認識されてるところがあるわけだけど、どっから話し始めるのかはちょっと今考えてるんですけどもね。ね、まあ、ちょっとじゃあ、少しだけその美術の話もしなくちゃいけないということで、それも一応千葉さんとの打ち合わせの中でやって、じゃあ、まあ、ミケランジェルのことをちょっと話そうかなと思ったんですね。で それ,をそれだけはちょっと用意してきてるのがあるのか、それに移ろうと思うんですけど、まずその、今のその状況ってのは、僕の状況とその世の中の状況の2つともつなげて、うん、1つのキーワードで言うと、レートスタイルっていう、レートスタイル、ねうんレ。レートキャピタリズムとか、要するにポストモダンとか言われるように、まあ、時代的に現在の状態も、まあ、 えー、ポストヒューマンとかいう言葉があるけど、ポストヒューマンもできなくて、レートヒューマンみたいなね、もう最後の晩年人間の晩年、晩年人間時代みたいなね、まあ、そういう時代自体がレートっていうふうな感じで理解されていると。まあ、そして社会制度とかがそういう意味では、その状況に対して遅れているっていう意味でのレートでまある。つまり時代遅れになりつつある、もう終わりつつあるっていうのがレートだと思うんですけどね。 でも、まあ、ご存知のようにというか、レートスタイルというのは、うんまあ、まさに僕みたいな、もう意識せざるを得なかったんですけど、病気になったら、まあ、大病で、えー、死にそうにな,なったとっいうような大病をした後,後のもしくは晩年のになってから芸術家のスタイルが大きく変わるということを特定に言われる。でそれが、まあ、一般的な傾向があるわけではないけど、 変わった人はいっぱいいるし、大病した後でも仕事した人いっぱいまあそれが僕にとっては励みになって、えー、リハビリもできたわけだけども、ねえ。まあそのレートスタイルっていう時に、まあみんな思い出すのは本当はまあミキランジェルだと思うんですね。ミキランジェル以外にも,もモーツァルだとかまあたくさんの人がいるけどただ、うん 例えば、レートスタイルっていうので、まあ、一つ言う、たくさんの人は、いろんな人がその晩年期の様式のことを書いてきたわけだけども、うんここ十二三十年というか20年ぐらいの間で有名だったのは、サイードって人が書いた、えっ、ー、と、レートスタイル、晩年期のえっ、ー、と、芸名だっっけ、晩年様式っていう本。この前亡くなった大江健三郎さんがその表紙に関東の言葉を書いてるけども、 <で> <laughs> まあそのレートスタイルっていうところで言われてるレートスタイルっていうののちょっとだけ出されてる特徴っていうのは彼はミキランジョリのこと言ってないけどもバッハとかレンブラントのこと,と言われてる、ね、で,でもまあミキランジョリにつながるなと思ったんですねそれが一つあってそれでそれを実際にこれからえっ、ー、と ちょっと、じゃあ、画面を共有できる前に、はい、えっと、先ほど教わった通りにあります。画面を共有しますね。共有できましたかできてます。で、ね、一応、まあ、これただの石の塊ですけども、まあ、一応、 僕の身体的な感覚とそのミキュランジュルのつながることとかその今今日の一つのイメージというか基本イメージみたいのはこの石の塊みたいなものがブロックっていうのもまあ一つのメタファーみたいなものとして考えるっていうかそれがまあ強く感じるようになってきたんですけどもでまあ一つ最初に自分のことで言うと、うん 要するに、えーと、リハビリっていうときに、まあ、もう一回あの、脳梗塞で、それで麻痺する、要するに脳の方の脳が損傷すると、身体が損傷されないわけですね。脳が損傷されて、その脳と、えー、身体の回路が切れちゃうというか、壊れちゃう。それを最終的にまとめる脳が 神経またつながってるんですけども、その最後のところで、そこが機能しなくなっちゃう。壊れてしまう。僕の場合は穴が開いちゃうって。壊れちゃって、もう欠落しちゃった。でもうそこ、そこでは処理できないから、まあ、他のところで処理することができれば、リハビリがうまくいくっていうわけで。そうすると、脳自体が過疎性を持っていて、今まで他の部署の処理に使っていた脳を、足とか手の処理に使えるようになる。 簡単に言えば、ね、その間のネットワークがニューロンがもう一回結び直せばいいっていうでその可能性を仮想性っていうんですねでそれはもう造形技術の仮想性と同じであってそうするとまあ脳はもう機能として特化されてたら仮想性はなくて一度脳が一つの形を持って組織付けられてるのが組み替えが起こらなくちゃ 起こらあの要するに今まで足,、えー、と足とか手に使ってたところが穴が開いて使えなくなっちゃったとしたら今は他の生きてる部分の簡単なイメージで言えば生きてる他のものに使っていた脳をそれに使うように組み替えをすると。まあ、ね、でもまあ実際は脳はほとんど使ってない部分もいっぱいありますから。えー そうかもうちょっと複雑なんだと思いますけどもまあそういうイメージでその新しいネットワークがその時に面白いのは脳は脳の可塑性っていうの今度は脳が可塑性を持ってるかどうかっていう時に面白いっていう言い方もひ言のように言うんですけどこの一言のように言えるのがまあ僕の場合良かったなんて言われてる <laughs> つまりまあ脳とか 感覚とかが比較的、それから口も今しゃべれるみたいに損傷を受けなかったから、だからちょっと距離がある。ね、まあ、えー、っと、今言いかけたことを言うと、うん 脳,脳っていうのがまあ子供の時からだんだんだできないものがもしくは大人になっても技術を学んだったらできないものができるようになってくるっていう一番できない時が一番脳は一生懸命働いててできるようになると回路ができてくるから安定して自動化されてくるわけですね。でそれと同じでその可塑性が脳が能力があるかどうかっていうのはこう脳に、えー、まあの脳のか、えー、どういうふうに活動してるかを 調べてみるとですね、うんその、ダメージを受けて脳梗塞を受けた直後、一番脳が今までに、ね、活性化して、もう脳全体が働いてると、ひ、ま、ど、あえー、い方で言えばあのパニックが起こって、脳,脳がもう全力で計算を始めて、結局何にも答えが出ないみたいな状態になっているということなんですけども、活性化しているわけですね。ものがそれがだんだんなん,なん まあ安定してきたら活性化が静まってくるみたいな。僕は一時あ、えーやあの、それは自分で調べられないから本当にそうなってるかどうか分からないけど、確かに異常に活性化してるのは分かって、いろんなことが知覚能力が変わってきたり、いろんなことが起こったり、いい意味でも悪い意味でも起こったんですけどそれで、今出てるこれにイメージにあると、その時に脳が感じるのは、 っていうか僕自身が感じるのは自分の体が物になっちゃったみたいな感じがするわけですよ石になったみたいな感じでもなんとなく感覚はその確かにそれは自分の体とつながってる感覚はなあるんだけども知覚としてはないんですよ切れちゃってるから,だから今までにない感覚で足があると今でもうん麻痺は残ってますから そういうい感覚はあって半分ぐらい鈍い感じでだけど足がある感じはする手もある感じがするってでもだん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 前みたいに自分の手っていうふうにつながりが出てきたからこの石を前にした自分の体を前にした別に切れちゃったっていう感覚が減ってきちゃったんですよね。それでまあこのいい石の中から彫刻するみんなに本当に近い感覚。 でだからこれはまあ石から像を掘り出すみたいに自分の体との関係を掘り出すみたいな感じが確かにリハビリにあったねね。まあこのイメージと、まあ、ミケラアンジェロはもう石の彫刻家とかその話に移,り、ま、移る前にまあもう一つその僕のがそのリハビリを感じながら思ってる,思っ,てるっていうか今でもそれ謎と思うのはリハビリで治るっていうことは つまり一度損傷して体の関係が切れちゃって治るっていう感じが僕どうも分からないのとその元の状態にはなるわけ分からないしでまあ僕の場合は本当にラッキーで本当に感謝するしかないんですけども手の場合僕の手はまあちょっと表向きは何でもできるようになったので普通の 状態だ普通の言い方で言うとリハビリ的にはまあ完成と言えるかもしれない。でも前絵を描いたり彫刻したのからすると半分ぐらいの能力に落ちてるんですね。まあ半分までいっただけでも大したものかもしれない。なこれは老化したりいろいろするわけですから実際に完成っていうものが身体であるわけではないわけですよ。うん、時間の推移の中で言って。 だからそれをどうやってそれ,それをどうやってイメージそしてもうこれでいいじゃんこれで生活できるじゃないっていうふうに考えた途端にまあ今は特にそれで車椅子でも何でもいい道具もあったりするしそしてサボってる寝て寝テレビだけ見てればいいやってなったらもう何もしなくても生きていけるやって恵まれそれ自体が恵まれてる状態になるかもしれないですね。<laughs> だから あの一番問題はそのモチベーションというかそれを直すというイメージをどこかで直すというかそのリハビリをし続けるというものをどこかで持たなくちゃいけないんだけどそれは固定したイメージとしては絶対ありえないんですよ。まあ、これはちょっと覚え言いたいことですね固定したイメージとしては完成像がないというような感じがあってそれはとても不思変な感じで。で 時間の形で言うとまあ一度死んじゃったみたいな、まあ、かなり怖いというかそういう経験をしましたから今生きてるっていうような時間もなんか直接連続した時間としては感じられないんですよ。うん、パッとこう一度亡くなっちゃった自分の像がまた ボタンを押して、ボタンを押してっていうか、やっと浮かび上がってきたみたいな。でもまた消えるだろうっていう感じがすごく強いんですね。いつ消えちゃうかもわかんないみたいな。まあ、それも含めてさっきの話なんですけども。それで、まあ、最近の、まあ、これは後でつなぎますけども、質問、質問というか、千葉さんがまた話を戻してくれれば。うん、まあ、昨日、今週かな、千葉さんと話したときに。 で今の世の中にがのあり方とやり方に,にもそう,うもう起こって自分の主観的な状況と同じことが実は起こってるんじゃないかみたいなことをどういうわけか感じてしまうどうしてもね。それは僕だけに起こってるわけではなくて実はもう。 多くの人が、まあ、そういつこういう状況を、を危機というか身体の危機、生命の危機、そして実際に亡くなってしまう人もいっぱいいたり起こっているわけですから。で、とそれで実はこれと同じように今言われているのは、まあ、いろんなテクノロジーが、まあ、チャット GPT とか AI が出,出てきたし、いろんな状況が実は3年間で大きく変化したんですけども。で今 一つこのミケランジェルの彫刻だとかあっちのこの石のイメージで共通した考え方かなりメタファーとして似てるのはこれネットで拾ってきたブロック宇宙論というのがあるんですよねブロック宇宙論って。そう,そうするとまあこれは後で説明しますけどもこのブロック宇宙論っていうのは、うん、時間も含めて4次元立体みたいになっていると。うん で、その中から、まあ、簡単に言うと、いろいろな時間が含まれていて、その時間が任意に取り出されると。だけど、その任意に取り出されるというのは、うん、例えば、えー、我々が、えー、2000年前に起こったこととして、把握しているロー,マローマ時代のことかと、 5年前に起こったことが同じように任意といたされて、まさに現在として展開してい,くいけるみたいな。要するに、それぞれの出来事だけど、一つの時間軸しか今まで人間は考えていなかったけども、えー、そういうものではなくて、人間では多くの人は考えていないけれども、たくさんの時間軸がこの中にいっぱい入っているというような感じですね。若いイメージとして。ところが、まあ、これは、 先ほど言ったのと同じようなところがあって、掘り出されても、それは主観的に取り出されただけで、またそれがブロック全体を占めるわけではないわけですよ。可能性の一つとして引き出されるみたいなものであって、誰かど、どれかの時間が全てになるわけではないって。まあ、それ自体が 仮にたくさんある中の可能性の一つみたいな。まあ、こういうとまた誤解が出てくるんですけども、うん、言葉の使い方が難しいんだけど、物理学だから、まあ、そういうイメージ。でも似てるわけですね、ちょっと。つまり複数の時間、歴史が同時に入っているボリューム。だから、そのボリューム自体は閉じている。まあ、閉じていると考える人と考えない人がいいんですけども、考える人はいろんなことが世界に起こりうるけど、それはすべてあらかじめ、えー 判決して,るっているう,うに考えると、うん、それでもうこ,こういうことを言う人たちはもう気づいてるんですけども、うん、この考え方に近しいのは僕は昔書いたこともあってそれこそミケランジェルの彫刻とかのことについて書いた時にも言ったプロティノスっていうネオプ,ロタリプラトニズムのまあローマの哲学者の考え方にも近いんですねそれは後で言えるかどうかですけど。 っていうような僕の漠然としたかなり強引に僕の主観的な出来事が主観的じゃないとしたらって言って考えたらこういうことが思いつくわけだけどまあ実存的というか実際に感じているのはこんな悠長な理論的なことがあるではないんですが今日は、まあ、千葉さんの質問でなんとなく正,正常な人のように語ってみるとこういうことになるとこんな悠長なことは言えません。 じゃあ、ちょっと,、えー、と用意してきたのにも話を移りますね。お願いします。それで、まあ、実はこのラオ、これもまだリあのリあの自分の身体のリハビリをしながら思い出したことなんですけども、その体が動かなくなった。このラオ,ラオコンっていう彫刻、皆さんえー、とご存知の人が多いけど、えー、多いと思いますけど、バチカン。 の美術館にあるこれはローマ時代紀元前8090年100まあかなり大雑把に言ったけど紀元前100年から紀元後20年から30年ぐらいに作られたんだろうと言われてるんですねまあ20年か30年かな紀元後だと思うんですですから正確にはこれはギリシャ時代の彫刻とは言えない ローマの彫刻だと言えるけども、まあ、ヘレニズム時代の最後だと思われるようなものが、ルネッサンスの頃、1500年代にまあ発掘されたわけで、ミケランジェルドとかラファエルとかがまあ大きなインパクトを与えた。で、発見された時は、実はこ、この、今、これとこれの違いは何かって言ったら、右腕です。この右腕が欠けてなかったんですね。 これは最近はこういうふうにもう先に言っちゃえば修復こうだったってことに確定したんですけどもそれも後で説明しますけどで発見された時はしょこの少年の手もこれ切れ,も切れてますけどもで今は蛇の頭と思われているようなところもあって、まあ、少年の手とかも切れてるわけですねで、まあ、コンペテーションがあって、まあ、ラファエルが審査員でその時の この腕はどうだったんだろうなんていうみんなで当てろっていうような彫刻とか画家たちを集めてコンペやった時ラファエロの誘導によってこの手を上げているのが正しいとされたとただミケランジェロは違うよって,ってミケランジェロはこの手を曲げた方を言ってたんですねそしたら実際に20世紀になってから、えー、パロポロックっていう農夫が、えー 農場で耕していたら手が出てきてで、それを鑑定した人がその手のちょうどところにブロックがついてて、まあ、手を取り付けられる、まあ、こういう大きい、えー、分解部分的なところを分解的で組み立てるようになってる場合が多いわけですけども、それがぴったしこれに一致したので、この手に間違いないということになっと。で、この手が見つかったわけです。それで、ね、まあ僕はまあ リハビリをしなかったら気づかなかったんだけどもこれはども見てもこれが正しいなと、まあ、それを思い出したねリハ、まあ、ビ,ビリしてまたこれの正しさの意味が分かったと言ってみたんですけどねこれは一つのあれで、ね、スライドはな,くないんですけども話ですよ、ね ご存知のように、このラオコンというのはそういう今、ルネッサンスの頃の発見された頃の,頃の論争のことを言いましたけども、その後、うん、まあ、新旧論争のあとに関わることですけども、18世紀に、えー、ウィンケルマンという人が、まあ、この彫刻のことを記述して、で、この人の顔がね、ラオコンの顔が、うん これラオコンだと同定されているのは、そのラオコンというのはトロイ戦争の、要するにアイエーニスだとか、ベェルギリウスの、まあ、いろいろな人に語られている、えー、トロイ戦争のトロイの側の神官なんですね。でそのトロイの側の神官で、もう子供でも日本でも知っているトロイの木馬が、まあ、最後にお取りとして、えー トの前に差し出されたときに、この神官だけが気づいて、えー、これは陰謀,陰謀だって、罠だってことに気づいたと。でその結果、えー、アテネの側の神様を怒らせて、えー、蛇に巻かれて息子モロトも殺されてしまったって話だと。そのラオコンだとされているわけです。で、このラオコンの、まあ、表情が、えー 体はこうやってもう,えもう暴れてるというよりもかなり格闘してるというかもだえてるというかそういう複雑なもうかやめてバロック的な僕らで言えばバロック的なというかフランク・ステラーのレリーフの作品みたいなまあそういう要素を示してるわけだけども顔が抑制が効いてじっと耐えてせ空を見てなんとなく その精神がそれを内面的に訴えて、それを厳粛に受け止めてるみたいな顔をしている。でそれをインケルムという人が、うん、ギリシャ人の精神性をよく表しているという、一般的特質を表しているというふうに書いたんです。そしてそれは古典主義の美学。うん、ギリシャ彫刻やえローマにまで至る、まあ、古,典時代の古典主義時代の美学というものを、ね、 に適合しているとそれをそのまま表していると言った。で、それに対して、まあ、それは結構影響力を持ったわけですけども、それに対してまあいろんな人が、えー、ヘルダーリ,リンとか、えー、ヘルダーリンじゃないヘルダーとか、あーあの <coughs> まあ、ゲーテもちょっと言ってますけども、 で一番、まあ、後の美術史的にというか美術の理論とかで有名なのはレッシングというドイツの劇作家が書いたことです。でこの人が書いたのは要するにベルギウスの詩で書かれている内容とこの彫刻、えー、の表現は全然違うと。ベルギウスの詩は後で見ますけどももっと、えー かなり大げさにこの苦闘で戦っている時のことが描かれていると感情もせきららにねところが、えー、こっちの彫刻はほぼ同じ時代なのに抑制的に描いているとでこの違いは、うん、表現ジャンルの違いであるで、ね、文学は時間の推移を描くことができるが彫刻は一瞬と美術は一瞬の場面しか描けない したがって一番効率よく出来事を表すには事件が起こる一番のクライマックスのピークになる手前に暗示的にやるのがいいからいやあの有利だから興奮になってんだという,ふうにことを言ったわけですね書いてるわけで、まあ、この中で、まあ、これは後にこんな調子でしゃべったら大変なことになるのが大変になりそうな <laughs> ですけど要するにここ言わなくてもいいんだけど言いかけちゃったけど、まあ、現代の要するに現代美術なんかを話す時の理論にでもこの,この理論の影響がまだあって要するに美術は、えー、空間芸術で、えー、演劇とかは芝居は時間芸術であるとかもしくはさらに、えー、芸術の形式はメディウム表現媒体の 条件ににによよっっって規定されるとかいううもののの最初の話になったようになたでもところが、まあ、そこから考えるとみんな勘違いしてるけどまずたくさんの勘違いがあるんですけどもこのウィンケルマンと、あのー、レッシングが共通してるところがあるしかも彼らはが言ってる彼らというかレッシングが言ってる演劇と、えー、彫刻も同じように一つのレッシング自体が 感じるる共通の点があるわけですねそれは何かっていったらこれがある出来事を描こうとしているっていうことはみんな共通しているわけです。つまり時間的な推移を描こうとしていることは確かなわけですね。空間芸術であれ。だからメディウムスペシフィックで彫刻版も主題と関係ねえなんてことはなくてちゃんとこれはある出来事っていう物語をじゃあその物語はどう把握してんだっていうふうに推移になっちゃうじゃないですか。 表現する前に、前もって、レッシングに出たときに言うんルるもが前提としているか見る人が物語を読もうとしている。この物語は彫刻だとか文学の前になくちゃいけないわけで。そして彫刻とか文学を通してこの物語を知らなくちゃいけないわけですよね。それで、まあこれが一つなんですけども。じゃあこれから話が急に飛びますけども。まず今共通点を言ったけど、二人が間違えたこともあるんです。 2人が間違えてるのは、顔はまあ厳粛だという、体は死に滅裂に苦,あの苦痛を与えられたようにもがいてるっていもがいてるっていう言葉を使ってないけど、苦痛のために身もだえているっていうふうに理解してるわけです。つまり秩序がない。身体が死に滅,、まあ、滅裂に、えー、格闘してるっていうふうに言ったって言ってるんですね。ところが、この手は、これとこれを比べると、 こっちが正しいと言える事情が、実はリハビリの先生たちにはすぐ分かるんですけども、この2つの違いは、ここの手が切れてるところですけども、これがポ発見されたですね、やり投げの手なんですよ。全く、で首をこう曲げてるのも、全部、この手を1個やると、この全てのバラバラに見えるのが、やり投げしてると気づいて、こうやってる時のこの瞬間を見ると、 すべてこう、解決するわけですね。最も合理的にやり投げをしようとする力の働きであるいうことが、まあわかるもうみんなこうなってます。首を曲げてんの。で、この首を曲げてんの、ギリシャの特性で精神の抑制を示してるとかなんかいろんなこと言ってるけど、じゃあもうみんなギリシャ人になってしまうっていうような <laughs>、やり投げをする人が、みんなこうなるんですね。で、 じゃあ、これやり投げをしている場面だっていうことは、この元のベリギリウスのものを読むと、この人たちはまあ、あの、こんな偉いウィンケルマンだとかこう人たちに対して、こういうこと言うのは申し訳ないんですけども、本当にベリギリウス読んでやってんのかなと僕は思っちゃう。で、このベリギリウスの、まあちょっと引用し、先ほで引用してきたので、えー、っと、 要するに2ページ目の50ページ、まあ、まず要するにこの贈り物があった時に気づいた人がまあラオコンだったわけですね。それが40ページに書いてあって。それでこの木造、あのラオコンのセリフがこの木造物は赤いヤ人らが中に、赤いヤ人らが中に潜まし を中に潜ませているか、さもなくば我々の城壁を壊すために作られた仕掛けで家への様子をうい上で情報からミヤト港に襲いかかってくるのだ。いずれにせよ、隠された暴力がある馬を信じるなテリクリア人よ。これが何であろうと私はダナイ人を押される。たとえ贈り物を携えてきても。 こういうや合力を振るって巨大な槍を獣の横腹、弓形に組み立てられた腹部めがけて投げつけた。槍は突き刺さって震えた。腹は頭を返し、空洞がうつろな響きとうめきを上げた。つまり、ラオコンは、ートロイの木馬がおとりだってことに気づいて、みんなが気づかないので槍を突き刺してたわけですよ。で、そのことによって、今度は、 あたりの神様を怒らせてヘビディこれから10ページ 10, 10ぐらいあとの10ぐらい10勝ぐらいあとで総理が起こるわけですけどなるわけですねでこい重要なのは泣げつけたそうしてもし神々の告げる運命がもし見心が敵意を含まなかったなら彼の <laughs> 促しによりアルゴス人の隠れ家は槍で切り裂かれトロイアは今も立っていたブリアヌスの城壁も高くそびえ,えたままであっただろうまつまりこの槍がいで起こった時に選択肢が2つの未来があるわけですもしこれをちゃんと受け入れたらトロイは残ったよ受け入れなかったら トイは壊れて、えーはえー、びるばせ滅ぼされるよっていう、まあ、ここにこういうこと言ってるんですねで今度この続きですけども、えー、ここですねえっ、ー、とラオコン学から言いますく時によりプルトゥーヌスの神官に選ばれ巨大な牛を北荘に要するに祭壇の前で、えー、彼が 新官ですから新官としての仕事をやっている時に、な、えー、の海を越えて2匹の話しても身の毛がよだつ大蛇がいくつも巨大な輪を作りつつ、波をついて進み、並んで岸辺を目指してく。胸は内輪にもたげ、肝毛を血の色に染めて、波頭の上へ出しながら、他の部位は後ろで海中を進み、巨大な背を弓なりにくねらせている。 海が泡立ちどよめく、今や陸に上がろうとして、両岸に血と火が満ち赤々と燃える。下が小刻みに震えながら口をなめる音がシューシューと響いた。我々はこれを見て血の毛が引き、逃げ去ったが大蛇は死んだおらを根に狙い定める。まず二人の幼い息子の体に二匹がそれぞれ輪を巻きつけて。 飛ばして言うと、ラオコンも懸命に両手で結びを引き裂こうとして、リボンが血の実と黒い毒にまみれ、その刹那星の高みは恐ろしい叫び声を上げるって、ここの叫び声のことを言うあのレッシングは言ってたわけですけど。次のページ。あれえー、この時すべての,胸,の胸がおののき、これまでにない恐怖が忍びす。 いる財業にふさわしい償いを払ったのだ、ラオコンはと口々に言われ、神聖な木造を槍の穂先で傷つけたせいだ、その背に乗られた槍を投げつけたからだ、木造を神殿へと引いていくべきだ、女神の見心に訴えて嘆願すべきだと叫びが上がるとなるいう話だ。これを読んでいると、そうするとこの彫刻は因果件、二つの因果関係を 繋いでる彫刻なわけですよね。槍を投げてるから、蛇に向かえて死んでしまった。その両方をやってると。だから、惜しい、レッシング惜しいとも言えないことはない。<laughs> 時間をどう時ううに表現。だけど、一番重要なのは、これは2つの、もしかしたらですよ。つまり、この彫刻自体は、まだ殺されてない、槍を投げてる、上半身を投げてる部分ですから。 もしこの槍を投げてるっていうこの,この彫刻に示されている槍を投げてるっていう時間を選んでそれの意味を受け取れば殺されなくて済むもしくは槍を蛇にや、えー、の方を見るとこ,れをこの人はやったことはほとんど槍が投げたことも無視されてほとんど意味がないものとされ誰もトロイの人たちは言うことを聞かなかったが殺されたんだっていうふうになるから。 2つの時間,時間を表現したというよりは2つの可能性を同時に作ってるみたいな彫刻だったと思うんですよ。だからこれは時間芸術とも空間芸術とも言えないんじゃないのっていう感じがするんですけど。で、まずそれが一番重要なんですけども、これがまあ僕の経験で言うと、僕たちが要するに麻痺という経験をしたときにリハビリで学ばなくちゃ いけないのはこの失われた手を探ななくちゃいけないわけですよ、ね、この手を手がうまく探せた時に全体がの連動性が取り戻されて一つの秩序というか身体という全体像として頭に結びつくんだけどそうじゃなかったらみんなバラバラに代償行為っていうんだけどめちゃくちゃな動きをしてるみたいになっちゃう代償行為は全て無駄な動きですけども。 これ無駄な動きと言えないで言えるようにつなげる回路を作らなくちゃいけないってことになるわけだけどもうんまあそうすると言いたいことは彫刻を作るまあこれがミケランジェロがこれを分かったってことがとても面白いんですけども石のまあこの身体が無秩序な状態でめちゃくちゃになってるっていうのは、まあ いば、えー、形はあるけどももともとの石の,の中にあった状態に近いような状態、峠がない状態。そこからうまく何かを引き出したら全部が形として見えるみたいな感じだと思うんですね。リハビリ的に言えばそうなんですよ。<laughs> だけど先ほど言ったのはその引き,出しことも引き出し方も絶対的ではなくもしかしたらそれも。 間違ってるかもしれないっていう可能性を維持しとかないと身体の可塑性は維持されないしまあその、えー、簡単に言えばもしそのこうやって曲がって槍を投げてるっていう状態が正しいとすると言ってもこれ自体は不自然な動きなんですこれは僕の理解なのでえー、っと僕が習ってるリハビリの先生には怒られちゃうかもしれないんですけどもつまり そもそも人間の体が重力の上にあるということ自体が身体にとっては不自然なんですよ。で、その上にで2本足で歩くということは相当身体の構造からすると不自然なんですよ。その不自然なところにどう合わせるかっていうのはえまあ、 スポーツ選手もかなり無理なことやってるわけです。やり,やり投げもそうだけど、100メートルでも歩き走り方自体が普通じゃない走り方をしてるわけですね。かなり危険なことをみんなやってると思いますけども、極端な使い方。だけど人間自体がその極端な使い方を引き出してできてるみたいな。だからその形が正しい答えではないんですよね。で、リハビリ目標、まあこれも怒られちゃうけど、リハビリ目でもしく <laughs> やってることは、 正しいとは言えないんですよだから社会に社会的に社会生活に適応するためにはそれがいいっていうことであるわけでもちろん大きな意味で正しいそれは健康な証拠なんですけどでも二,二足歩行で歩くこと自体が長い間続けてくるとその負担が出てくるっていうことも皆さんがご存じの年取ってくるとそういうことが起こるわけですから。 まあ、ね、いずれにしても、この彫刻はなかなか面白い。で、秩序っていうものの意味が考えさせられたり、体ってどういうことかなって考えさせるきっかけになったんです。で、これ自体は、まあ、ミキュランジェロが作ったものでなんでミキュランジェロこれ分かったんだろうと思うね。ね、ちょっとは、時間を気にせずに。はい、<laughs> 一応。ね、ちょっと話が飛んだほうが、 極端なな話にいみたいなものをした方がいいいものし方がこのラウレンチィーナ図書館っていうものがミケランジェルが設計してる建築家としてでこれは明治地検のもちろん図書館なんですけどもで図書館の内側の内装をもうミケランジェルはしていたんだけどもそれから何十年か経って、えー、その全室に1ほぼ正方形の部屋があってそこにこの階段室って言ってるけども。 そこにこにの階段と、えー、インテリアというか壁面全体の、まあ、これ装飾というか、えー、建築的な装飾をデザインしたんですね。でまあ行ったことある人は僕はまた行きたいけど行けるようになるでしょうか。その,であの行ったことある人は変な感じって思いますよ、行ったらね。で、これがまあ最初に設計した室内の。 でこの前にこ,れこの階段室を作ったんです。階段室がの写真、まあ、こういう上から見るとこうなんですね。正方形で奥にこれだけ。でこの電車、電車っていうか車両みたいに長いところが最初に作った、デザインして,してあったミケランジェロが若い時にデザインした図書館で、その前の,この階段室を付け加えた。この階段室を はこんな感じ。この階段があって階段の前を見るとこんな感じ。で、横はこんな感じ。写真が会場でんな寄せ集めてきたからみんなめちゃくちゃですけどもこんな感じです。で、写真でパッとわかるかどうかわかんないけども、行った人はなんか変な感じがするのはまあこれでわかるかな。要するに このは四角い部屋で四角い内部に、えー、キューブ状の空間を内包している部屋として、えー、感じられないんですよ。うん、ね、それで要するに正面の今みたいなのはそうですけども向こうから機関車みたいな部屋がこちらに侵入してこっちに迫ってくるみたいにどの壁もこちらに迫ってくるみたいにど。 つまり4つの壁の連続性がないんですよ。感じないの。それはなぜかっていうと、この角。角に走れがあるでしょこの、この角変ですよね。つまりこれ上から見ると明らかですけども、これカーソルが出ないのにあ、出てます。これで今出ましたよね。ここのとこが、 普通だったら4本部屋をきっとして見せるんだったらここに柱がなくちゃいけないのわざわざこの柱をないように見せないように全てが独立したこう一つの壁が4つ 4, 4方向から集まってきたみたいにまあこうなっていてここの下の コープスっていうかこの装飾的な柱の上のところなんか異常で興奮になって合体したみたいになってるんね。なんでわざわざこんなことをしたのかっていうところがまあ面白い。ね、だい大体この効果分かりますかつまり4つの部屋が連続して1つの空間を作り出しているようにはあえて見せたくなくて4つの壁はそれぞれ別の空間に。 属してるまあ図に,図にするとこんな感じで実際にあるのは A, の A だけで、えー、と B も C も D もないんですよ。ないけどその部屋に立つと4方向に同じ部屋があるように見えてその4つの部屋が機関車みたいに真ん中に集まってきてこの部屋ができてるみたいな感じですよね。そうするとまあこれちょっと難しい。 実際は時間的順序で言えば A が最初に作られてその後に付加されたのがこの部屋なんですけどもこの部屋から見るとすでに本当にある A よりもまだないも,うもし勝ってあったのかもしれない C とか D とか B っていう別の空間の可能性が強く感じられるわけですそうすると この部屋は実体的には先ほど言ったようにむしろ実体的に一つの独立した空間と感じられない 4, 4, 4つの、えー、あるだろう空間の間の余白の空間として見えるように作られているんですがさっきのラオコーンとかの彫刻のことを考えると逆にそのことによって4つの可能な 実際はありえない、まあ時間も含めた将来作られるかもしれない、勝ってあったかもしれないっていう4つの別の時間、時空間のボリュームが重なり合ってるような空間にここはなってるいや、かなり際どい説明の仕方ですけど、分かってもらえるでしょうか。うん、まあ、マトリックスとか SF 映画にあるような世界なんですけども、だからマトリックスで、えっ、ー、と、赤いピルを飲むか。 青いピルゴの葉によって世界がみたいなここに行くとあなたの未来はこの壁のどっちみたいなそういう感じになるってことですねだからこの空間は時間が重なってる感じになってるといやー変なことやる人だなと思うお、まあ、これを見た時に思ってそれでブランカッチ・ライファードのことを書いた本に本当はここのことを書こうと思ってて話はまあよく喋っていたんですけども で、当然、まあ、こういうミケランジェルの特質先ほど言ったのは、つまり、ここから、本当にレートスタイルって一番最後の彫刻、ロンダリンのピエータって、これは謎めいた、同じように彫刻ですけど。ねこれは未完成のまま彼が死んじゃったわけですけども、この手、ここに一番手前に、これカーソル見えますか今。 かカーソルちょっと見えないかもいですよ、ね。こうしないと見えないんですよね。この手、今見えますね。はい、ねこの手が要するに身体からよ切り離されてるっていうか途中まで折ったプラン、もう一回初め一回見ていくと。初めて見る人もいるかもしれないので、ここの手と、 ここの足に対して、ここは前、すでに掘ったものを掘り崩して別の形にしちゃったっていう、わかりやすければそういうふうになってる。だからこの手とこ,こは離れてるわけですね。こうやって離れてる。かなりい様ような感じに離れてるわけ。それから、ここの頭の上なんかを見るとこ、この、もう一回こっちにしますけど。その前にあった、顔が残っていたりする。ねえ。 まあ死ぬ直前まで彼が亡くなる直前までこれを彫ってたってことになるんで、まあ、この未完成っていうのは彫刻の場合こうなっちゃったら要するにこれ以上絵だったら塗り重ねることができるけど前よりも小さくなっちゃうわけだからそうしたら途中で破棄するっていうかもうこれ失敗ってことになりそうですけどミケランジェはずっと彫ってたんですね。 だからもうと、失敗談んだったら、もうとっくにるこれは普通の彫刻としては完成するはずがないということは分かってるんだけど、ずっと追っていたということは、まず一つ面白いことなんですけども。で、この手を取り去ってみるんだけどと、残してあるわけですね。他の部分と。で、なぜ残したのかっていうのも議論になっているような。まあ、いずれにしても、これは未完成なんだけど、この未完成のこのあり方自体が、 ミケランジェルの何らかの考えを象徴してんじゃないか。それからもうちょっと、えー、突っ込んでいくと、この足、これは彫刻のキャノンっていうか、その、えー、ギリシャ、ローマ以来の伝統で、これは現代の、えー、美大で習う彫刻としても、この足は重力を支えてないですね、足が泣いてるというか。 もう完全にもう力がないと。で、ピエタなので、もうこのイエスは死んでるから力がないのは当たり前ともいいけど、全部それを立造にしてるっていうこともまた普通ありえないピエタ像。普通は横なので。で、それも考えると、この足がミケランジュリ自身が意い図いしたんではないか、手とか足はい意図したんじゃないかと。つまり、健康に見える手と足は、まあもう彼が死んでるからってことなんですけども、健康に見える手と足が むしろそれで,いてで、ね、掘られて、えー、まあゴシック様式的なゴシックの彫刻みたいな顔になったりしてるわけだけどこちらの方がむしろ物質からなんて生きてるみたいなリサレクションというか復活し,してるみたいな、えー、仕掛かってるみたいに見えないこともあるわけですよまあそういうふうに語る人が多いんですけど。 これは面白いことだなと思うんですけど。で、これにいくつかのもう,もう2個ぐらい、もう例を分けると。で、これはい今の足の特徴の洗礼として考える、ずっと前ですけども、30年ぐらい,若い、一番最初のこの危ないですけど、でもこれも未完成になったもの放置されている。ここで、キリストの埋葬っていうのは、 埋葬としては極めてありえないポーズをしてる。確かにこれ、心霊主体が支えないと、後ろにね、二個で目だ、二個でまだって言われてるけども、支えないとこんなポーズはできない。とはいえ、としても <laughs>、こういうふうに遺体を持つわけなくて、宙に浮かんでるように見えるわけですね。だから、まあ、これ自体が、意図ではないかという。 で、まあ今の先ほどのロンダニーニーピエタと同時期ちょっと前にやってた彫刻があって。で、これは今こういう形になっていますが、実はこれはもっと、これここでもやっぱり足を見てほしいんだけど、足が完全に麻痺している足って足が細くなっちゃって、僕なんかでも本当に怖いんですが、うん 脳梗塞で倒れて寝たきりにしばらくなって2週間もすると、こ,こういう足になっちゃうんですよ、人間は。すごい遅くて、自分でも情けないような足になっちゃう。その前に腕はすごい力が強い、腕なんですけどね。で、これは、ちょっとこれ見れるかやってみますね。見れないと。今、もう何にも見えてないんですよね。 ちょっと待ってね。えー、っと、多分一度共有を停止して共有し直さなくてなのかな。はい、どこでしたっけ共有を。下のところに。はい。できましたね。できましたできてます。 これ誰かが作った 3D なんですけども。あ,あご,ごめんなさい。ちょっと。これ結構な名前。これはで、あの、こういうふうに傷跡が生々しいわけね。で、これはどういうことかっていうと、ミケランジェルは、この彫刻を一度全部めちゃくちゃに手とか足とか壊しちゃったんですよ。 これも全部壊した。で最近、これが修復されたの、また。もちろん、ミケランジェルともあなると、何度も何度も修復した人が、今のが、今回、というか、やってるのが一番正しいだろうと言われてますが、えっ、ー、と、もう一回、画面共有を一度やめて、で、3D に、こっちも。見えましたかはい。 こういうふうに分解されてたんですね。で、この手が、カーソルが見えないんですけど、手が右手と左手がちょうど45度正面と見えるところにやって、その横から見ると、これがちょうどわかると思いますけど、完全にかイエスの体が平面的になって、その右手と左手の、つまりこのイエスの体の方に視点を持ってくると、十字架の 形っていうか、つまり十字架に貼、えー、り付けになってたその、それを手で支えてたっていう形が、ここに行くとはっきり分かるみたいになってるんですけども、この手とかをもう全部取っちゃった。で、意図的に壊したんですね。それで、壊してから、壊さないで売れればいいのに、壊してから売ったんですよ。うん ねまあ、新しい大石を買うためとかいろろな理屈があったんだろうけど、ミ、ま、ケ、あ、ランジョーともあのもの、そんなお金が必要だったのかどうかわからないけども、でも、売ることが決まってから、壊してから売ったんですね。だから意図的に壊したんですね。そこは面白い。考えなくちゃいけない。で逆にこの足は、一番もう身体としては力を失っている足は取っといたんですね。そしてあとはもうこの、 男、ニコデモっていう人がであの、なんでミケランジェルはつまりニコデモっていうのは隠れきりしたんではないけど、要するにユダヤ教徒なんですよ。だけどユダヤ教徒であるから彼がイエスの亡きを引き受けることができた。だからニコデモ主義者とか言われると、要するに表向きはカトリックだけど、実際心理的にはプロテスタントであるとか。 ある宗教を信じてる、浮遊してるけど、別の宗教を実は本当は信じてるみたいなのを二個でも主義者でミケランジェル自身が、まあ、プロテスタント的なものに心情がかなり傾いていたけども、カトリックの利用していたとかね、いろいろなそういう解釈はされてたりはするんです。のにでんせもこれも、そういう取材も含めて、イエスの 体の使いも含めて、現在ある姿っていうものじゃない。ねえ、一番力があるものがある、要するに十字架という強いられた卓形されてるところに、えー、卓形という状況に適応してる身体が切り離されて、ねえ、 他のもう身体としての機能を失っているような重力と関係ないような形になった形が救われているみたいな変な表現になっているんです。だからそう考えると先ほどのロンダリンのピエータとつながっているところもあるんじゃないかなと思います、あ。まあ大体こういうふうにビ、まあ、キランジェルの、まあ、他にもこういうのがあるけどもう時間が言っていると。そうるとこういうい そこに、えー、妙なディテールがあるでしょ、これ、こういうのこってねで、この足の先なんだけど、こっちから見ると、この足は、誰かの足がこういう風にこ、これが明らかですけど、足の、この足が、足の下についてるんだけど、こっちから見ると、誰かが向こうに行ってる、ここがかかとみたいに見えるんです、つま先がかかとになってるみたいに見えるとか。 ねえ、まあ、まあ、これは最後の審判の絵で、まあ、結局、いずれにしても、こので最後の審判なんてのは、主題自体がそうなわけで、もう、あんまり、あ、時間がもう、いつの間にかすごい、たってる。じゃなかった。<laughs> 大変だ。それで、その、えー、のー、いずれにしても、ミッケランジェの彫刻の中には、さっきの、あのラオコンの中にも、でも言ったような、 単,単線的なっていう時間じゃない感覚があって、その時間が全部、このもともと石の塊の中にさまざまな時間の可能性、出来事の可能性がもともと内蔵されていて、それを掘り出していくんだけど、掘り出すとすぐ自分自身で矛盾を感じるみたいに、仮想性をそれこそ維持しようとするみたいに戻すみたいなとで、まあ、そのミケランジェロはこういう。 作り方はなぜしたんでしょうって言った時にはうん、まあ、パノスキーなんかがもうすでに言ってるっていうかまあ別に言わなくても今となってはそこら中にその記録が残ってるけども彼がネオプラトニズムっていうものの哲学にすごい影響を受けていてでネオプラトニズムの考え方っていうのは、えー、全ての世界っていうのはもう初めから永遠というブロックの中にこう。 塊とかに排出,して排出する源としてあってそこからさまざまな時間がその都度引き出されてくるんだよという考え方を、まあ、してたわけですね。でだから生とか死というのもそういう意味ではその立場に引き出された形にの立場に立てばあるんだけどそれ一種のホロえっ、ー、とホログラムみたいなものですから。 レコード版からこう、蘇ってくる時間みたいなもんですから、もう一回元に戻ると。また、っていう。目、目、目覚めるみたいに。寝てる時に目覚めるみたいに。一度死んだと思ってるのに生き返っていい、でもまた元の世界に戻るみたいな。そういう感覚が、ミクラ・ンジェルにはどうもあったみたいですね。ねえ。まあ、これはもうおまけ。そういう、今言った、 彫刻として見ると彫刻のやり方としては彫ってるのとか彫るとか、えー、彫り戻すとか要するに石彫なのに彫りながら彫り戻すみたいなことを、まあ、不可能なことをやってるわけですけども絵だったら容易にできるではないかっていうようなところが、まあ、あるわけだけども<え>絵,で絵,で絵は絵で矛盾が生じてくるんですでそれの例として、まあ、これはまあ他のところで というか絵画の元の中にもこれ書いてある例なんですけどもそのまあマチスの展覧会今度やるときにカタログに文章を書かせてもらったんですけどもその時もちょっとマチスの色をこの視点から考えるというつまり僕の主観的に起こっている出来事と <laughs> 美術書くことがどうも重なってきて僕どうも自分に関係して理解してしまうみたいにな感じですけどもこのティッチアーノの 鏡を見るビーナスという映画ティッチャーノはまあこのこれを書いたのはまあ60代の終わりだったかな60代で、まあ、ちょうど僕ぐらいの時に書いてこのあと長生きしてミケランジェルもティッチャーノも長生きしてまさに晩年金だった意外と似たあの共通項がまさにレートスタイルであったわけだけどもそれはペン,これあるペンティメントってい言,わ言われましたね まあ、美大とかに行った人は知ってるかもしれませんが、絵の売り場にもう一回上塗りをして、絵を、古い絵を消す。ね、古い絵を消すだけだったら、まあ塗り、塗りつぶして、ゼロに戻すんで、ゼロに戻さなくて、一部だけ残しておいて再利用するんですね。まあ、その結果、どういうことが起こるかって、これが、要するにレントゲンで見たのが右に映ってるわけですけども、これ横にする。 と、このレントゲンの、でわ分かるけども、もう一回戻すとこここのカーソル見えて,見えてないんですかね見えてないですね。カーソル見えるようにしましたが、はい、えっと、これ見えますね。この手の部分。こ、うん、この手の部分は、まあ、残って、この顔がある。 こ,の肩のこれは肩ですね。肩っていうか、ここの部分の切れを、この切れを見てください。あごめんなさい、えーっと。この男が描かれていると、この男の肩が、この麗ないな、今のヴィーナスが持っている、ヴィーナスってこの女性が持っている、えー、毛皮の裏打ちがちょっと見えている赤いベールの服、上着。 マント、えー、になってるとつまりこの女性はこの潜在的にここにあったここの毛皮だけが要するに彫刻で言えば塗りここだけ彫られたみたいなことかな絵だときの逆に元の絵の部分の両側あのこれを残して塗りつぶしたわけですけどもこれを彫刻でいうとミキランジェルの彫刻がよくあるみたいに、えー、この毛皮の部分だけから彫り起こってあとはまた埋まってるみたいな。 絵とちょうううどど逆になりますけどそういう結果的にこの絵を見てる人はなんとなく気づくんだけどもこの女性は鏡を見ていて誰かをこう見ているとねいずれにしてもこの眼差しの行き先は誰かなんだろうと感じますけど実際はこの右手はもうすでにその男性の肩を握ってるっていう表現になってるわけですよですから異なる時間のものをこうやってつなげる仕掛けとして利用してるんですね なんかこれは一種のタイムワーブみたいな別の世界に起こってる出来事をこの部分的な継承がつないじゃってるっていう。で、そ,れそういう出来事の重なり合いが起こる場として彫刻とか絵を考えてるってことになのかな。ねそうすると、まあ、いずれにしてもミケランジェルの仕事だけをまあ、 中心に考えてきて、それの延長で考えて、まあ、ちっちゃいのもそうかなってなったってことは正しいんだけども、先ほど言ったサイードとかが言ったレートスタイルってことにな,るな言ってみると、まあ、このレート、実際に彼らのもう自分の人生っていうのはもういつ死んでもおかしくないっていうことを自覚するようになってからって言ってみてすだから将来とか未来に対する考え方が完全に変わってる段階。で つまり生物学的に未来はないが未来はまだあるっていうような状態ですよ。その未来はどこにあるかっていったら過去の中にあったりもうすでにある石の塊になってしまってものを発掘するみたいにその都度新しい別の時間がむしろ出てくるから現在の50歳まで生きてその延長に80歳90歳まで生きていくっていうんじゃなくて、まあ、50歳でもこの日で終わったとしても そこから別の時間はいつでも開いてるってあの図書館の階段室みたいなそういう感覚でまあ大げさんに言うとそういう感じになのは僕に特殊な現象 <laughs> 僕の促人的な現象なんだろうかとまあそうじゃないんじゃないかっていう。 ことも言えるのかなっていうことを千葉さんや皆さんと話し合いたいというところでやっと入り口に入ったみたいなんですけど <laughs> なんかやっぱりあの岡崎さん自身がいろいろこう実体験を伴ってなんか今まで考えてきたことがさらにこう。 ふ深くなったというか、まあ、実感としてすごくこう捉えられるようになったっていう感じが、今お話聞いていてもすごくしたんですけど、まあ、私もなんか本当に岡崎さんと今までいろいろ話をさせていただいてくる中で、まあ本当にこう、今の私の時間が別にこう、なんていうかな、連続的に続くものでもないし、でもなんか、あの、ある時、まあ別の形で復活するかもしれないしっていうのは、本当にまあ常々こう、 思わされるところもあってでなんかそれってなんかある種のこう希望のようにも思えたりとかしていてなんかこう今のこの現世的なものだけにこうとらわれないっていう時間のあり方っていうのはまああのとてもなんかある種のこう今なかなかこう社会的にも世界的にも厳しい中である種のこう希望にもなってるような気がしていてなんかそ,そういうなんか思いもあるからこそな割とこうそれは私と。か かだけでもなく、うん、他の人もなんかあの共有できるところが大きくなってきてるんじゃないかなっていうふうに私としてはなんか感じていてで実際山をまあなんかその、うん、最初の方でも少しお話しされてたんですけど技術的にもこういろんなことがこう世界が変わりつつあって、まあ、時間をこうなん,なんていうかな今までこうタイムラグがあったものが即座にこうつながったりだとか過去の情報も すぐに取り出すことができたりとかっていう世の中になってくる中でなんかこう時代を特徴づけるものがなんかそこまでこうなくなってくるっていうかそうした時になんかこう一気に私自身が今のこの私っていうところに決定されずになんかこうポン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 いけるような,なんかそういう感覚はあのちょっと持ってたりするんですよねでもなんかそれがいいこなのかどうかわかん、まあ、正直。話はそんな簡単ではないとこがあ大体。 その言われてることは分かったけども簡単ではないなと思うのはそんなに自分はそう簡単には捨,捨てられないところがあるんでちょっと言うとですねそのまあそれも千葉さんと喋ってこ,のこれでやっと戻るかもしれないけど最後にそのまあ3年前にやったシンポジウムの続きで言ったことを今どう思うかみたいな今の状況をってみたいな話でねその時に言ったことっていうのは まあ今の時間で関係するんであれば、今までのメディアメディアの働き、まあ、ちょっと今日の話につなげるように言えば言う少しだけ変えて言いますけど、大言えば、まあ、メディアの働きっていうのは、まあ、今、千葉さんが言ったように複数の人のを結びつけて同じ、えー 観念なりもしくはもっとはっきり言えば時間とか空間っていうものを同じ時間とか空間にいるんだよっていうことを感じさせる仕組みがあるわけですねつまり集,団集合値っていうか集団の認識を一致させる仕組みがメディアであるまあコミュニケーションっていうのは大きくそうだけども特にそのメディアが発達すると、えー、それが拡張可能になってきたと共有共有できるメンバーっていうか広がりが持ったっていうふうになってるわけですよ。 で、その結果多くの、多くの僕たちも含めて、例えば展覧会もそうだけど、たくさん多くの人に見てもらった方がいいとか、まあ、なるわけじゃないですか。だけど、実際はちょっと変だなと思うのは、今度、マチス展がやるにしても、実はポンピドーセンターにのものであって、ポンピドーセンターに行けば、いつも見れる状態だったわけです。そのポンピドーセンターでいつも見れる状態を日本に持ってきて、特別展って言ってる、今しか見れないってやってるわけです。 で、しばしば国内でもそれをやってる。そこの美術館に行けば見れるんだけど、まあ、特別展っていうその美術館にある。その距離はわずか電車に乗って2時間だったりするという意味ある。で、その場合の現在の特別展をやるっていうことはどういうことだろうって考えたときに、今だからこれをみんな見ましょうねっていうメッセージが強く出てくるわけですよね。だから必ずなぜ今 なぜ今、マチスなのとか、なんかそういう、別にそんなこと誰も考えてなくても、それをつけて、いかにも今、マチスを見なくちゃいけないとか、なんかいうようなメッセージをつけたりする。っていうのはメディアの働きで、まあ、オリンピックでも何でもそうやって、一つのイベントでそういうのを同期させて、たくさんのものをまとめて、時間を共有しようという仕組みだったんだけど、 前のシンポジウムで言ったのはそれはコロナによってそれがそういうことが危険で人が集まってみんなで時間を共有するってことが良くないよって話になるねえそれがもう全てダメになるかってそれによって共通されるのでも個人的なコミュニケーションは実はできるとものを作ったりするのはできるとだから流通する過程と生産過程っていうふうに考えるとある成果物をみんなで経験同じ日同じ日 時間に消費しているっていうその消費の時間っていうか感受する時間を共有化するっていうのとものを作る時間は当然違うわけでものの時間は時間がかかるわけですからその違いの話をしてその時間のその再生産の方はー全然 OK だよむしろその古い19世紀20世紀に発展したその 大衆動員のやり方っていうものが無効になったんだよみたいな話をしたんですね。それで今変わったなと思うのがね、それ、二つの側面があるんですけど、政治的なことやを考えると、まあ、ウクライナの戦争もそうだし、その日本の中でも。つまり、そういう状況になった時に、また最後にメディアを超えて、えー、無理やりみんなを 同じ時間とか空間、もしくは空間、秩序に従わせようとしている政治的な力というものがものすごくはっきり表れてきちゃったと。まあ、観光、えー、飛行機に乗るときの国境だとかの問題とか、そういうの、コロナのときにはそれが起こったわけですけども、自由に外国に行けなくなったとか、ワクチンだとかいろんなこと、全部そういうことでみんなが同期させられると。つまり危機っていう名目で戦争だったり、コロナで。 国家じゃないと解決できないような問題が提起されて、そのことによって時間とか空間が強制されていると。ところが千葉さんが今おっしゃったみたいに、テクノロジーとかそういうものでは全くそうじゃない、時間共有しなくてもできるところが発達しちゃったとっいうことがあったと思うんですねで。僕自身もそういう経験をして、それ両方経験しましたけど。それで、最後に、 みたいなことですけども、まあ、去年の暮れぐらいからはっきりと表に現れたのが、まあ、AI の GPI、えー、えー、と、えーとえー、とちっとうちに、うんですまあ、それの GPT-4 ぐらいまであすごい勢いで、あっという間にその3か月になったら次の段階になってるから、ね、この後どうなるか分からないですけども。うん まあこれは僕はメディアとして考えて、そのまあ実際 AI って言ってもまだの今の段階ではですね、目的は彼ら自身が質問するとそう答えますが、集合値を前提としてるんです。つまり、大体合コンえるのが正解ですよということを出してくると。うん、で、そうなるとどうなるかっていうと、あの、まあみんなが言ってるようなこと思うんですけど、みんな要するに、 僕なんかも,もうだん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 もう今日喋ってる段階でも起こってる言葉が急に詰まったり単語が出てこなかったりするまあこれがもう全部カバーしてくれるっていう有能な弁護士やら、えー、コーチがいっぱいいるみたいな形でそうすると全員がこういう状態になってくるそしてまあ今まではですねみんながどう考えてんだろうとつまり 集合地にに達するたためにはメディアを従ってた新聞を読んでいた。新聞を読まなくてもみんなツイッターを読むようになってきた。そうするとツイッターの中で言われていることは正しいと思うようになった。それからさらに今度違う面で言うと、うん政治っていうものは、まあ、政治から言ってもいいんですけど何でもいいんで、文化の政治でも同じ,あの同じことを言おう,うとしてるんですけども、まあ、文化のほうで言うと、要するに実は今になってみると、 今までのメディアのやり方も全部、えー、集合値、まあ、数年でもいいけど、みんな,みんなが今これが新しいと思ったり、古いと思ったり、これが正しいと思ったり、正しくないと思ったりするのは、すべての情報を吟味して、そこから答えを探し出してるんではなくて、そんなこと不可能ですから、大きく言えば、忘却を共有してるんだと思うんですよ。 っていうようよな感じのムードになってきたと、うん、なんかそれ美術で言えば山口武夫とか斉藤義重っていう,のいう先生たちの仕事をここ数年前はもうみんなほとんど忘れちゃうみたいな状態になってる。でも急に今最近よみがえー、蘇ってきたみたいでよかったですけれどもそういうことが起こる。子育れの違いは何かっていうのとかと同じでだからこれに対してね 忘却しちゃいけないとか隠蔽してはいけないっていうんではメディア論的にはそれだけじゃダメなんだと思うんですよ。いずれにしても選択っていうのは情報の選択なんだから排除する選択の原理でやってるんだ。っていうのが今までの状況。うん だから僕たちが悩んだりした時にまさに忘却と選択をやらされてそんなに苦よくしなくていいそれを忘れなさいって言われるわけですから基本的に無数の情報があったら忘却と選択傍排除っていう選択と排除っていうその仕組みになってたわけですねところが AI は今残ってるのは忘却しなくてよくなったんですよ、うん、これがすごい集合値のあり方で変わったんです つまり AI が全部参照してくれてやってくくれやっるとそうするとこれをツイッターなんかのもう忘客の原理にそのもので雰囲気で作られてますでもうその雰囲気に乗っちゃえばいいやって,てもう自分はこんなのやらなくていいやってことになっちゃうわけだけどもそれに AI, AI をかませてこの言説は正しいですかとか、まあ、例えばこれに対する反論ってないですかとか言うと出てくるわけと。 だいたい正しい、この問題については、だいたい今、どういうことが正しいとされてますかっていう答えは得意なわけですよ。うん、絶対的な正しさは出てこないけど。そうすると、みんながこういうものを持ってるようになってくると、それ歴史的な感覚的に言っても、みんな、まあ、だから常識的な、ラオコン、誰って言ったら、もうすぐ答え言ってくれるから、もう、ラオコンのこと知らなくても知ってると同時にいいです。 コンピューター上に登録されてるものは全部みんな知ってるように振る舞えるわけです。で、えらできる、会話でね。で、この場合の集合値ってどういうものかっていうと、現在性がなくなって、つまり質問するとその人、ぴーっと出てくるわけだから。 今現在をこう、これが現在だって流行的に占めてるものはすぐにその機械に入れちゃうと、もっとこういうのがあるよみたいになってきたり、これはこの辺でだからすぐ相対化されて、もっと面白いものが出てきたりするような状態になってくるわけでしょ。だから、その AI と自分との関係の中で自分が興味のものがあるっていう現在性はあるけど、現在の関は。 世の中全体で何が流行ってるかっていうとかの意味は、そういう政治的な力にもつながる流行とか、民衆的な偏りみたいなですね、トライブによりか、というか、人間集団による偏りみたいなものは、それぞれ意味を持たなくなるだろうっていう、まあ、ちょっと希望的かもしれないけど、今の感じではそういうふうに進んでいると思うんですよ。まあ論理的であると、全ての情報を。で、そうなると、 現在の意味は変わわってくるわけですよで一つはその政治的なものはまだ残るかもしれない制度として。だから政治も結局それを反映されるからまあビューロクラシーっていうか要するにお役所的な仕事は AI 的にどんどんなっていくわけだから。最終的にな政治によってしか判断できないような出来事っていうのはだいぶ限定されてくると思うんですね。 とそれでもいい世は起こるわけだけど。でもこれはもうあからさまに今進んでると同じように権力闘争とかもう意図が丸見えなものしか残んないわけですよ。正当性がそれしかないみたいなと僕はもう分かんないけど。ってなるじゃないですか。<laughs> 今考えてる。うん、その世界観って何だろうとそれでこれで10年も20年もやると本当にミキランジョルたちが考えた集合値っていうものは 現在も何もなく、一種のブロックみたいな、知識の塊みたいみたいになっていて、そこからその都度、物語をみんなが引き出していくっていう自分の趣味で、でその、それに対して反応するところで、また一つの時間系が生成、前 C 系列っていったものが、こんな感じになっていくのになと。そうするとね、まあ、間省いて言うとね、主観的な世界と、 完全に客観的な世界がこう分かれちゃうっていうか重なってることによって分かれちゃうみたいな中間の客観っていうのなくなっちゃうような気がするんですよねまあ主観の意味も変わってくるけど、うんうん、なんかもう主観がどこまで主観なのかがこう輪郭がなくなっていく感じがその時はきっと私っていう感じでももうないと思うんだけどでもまあ まあ実際だから、だけどそれを言ってるのは最初の話に戻るけどね。まあずるい言い方かもしれない。本当に僕は今そういう状態になってる。で、ミケランジェルの話とかこうやって勝手なことやってるわけでしょ。この時間錯誤的に僕はもう全く現在っていうものとの感覚がつながりがなくなっちゃって、自分の現在を強くやってこれは面白いなとか思った色々しいですけども、いつ死んじゃうかもわかんないなと思いながらやってることが、 これがまたそういうふうにフィードバックして、入れ子状に投影されて、いや、世界全体もそうなってるかもしれないなとか、ね、まあ、去年の暮れから1週間ぐらい、チャット GPT をあらゆる面から操作して、どこに着点があるかとか,か、徹底的に解析をしたんだけど、<laughs> 結構ハマって、面白いな、ね、これダメだなと。そしたらその次のページが出す。 良くなくなった部分もあるんだけどねご。まあ、変な質問すると、そのごまかし方が上手くなったんだけどね。<laughs> 新しいのはね。た多分もっと進化すると思うんですよ。うん、でそうすると、どうなるかっていうようなことを考えると、でね、千葉さんが言われたように、翻訳もいす,すごい進んできちゃったから、翻訳装置も。と基本的に言えば、今までの 時間,時間とか世代とか民族差だとか文化の差とかつまりこれを流行りとか流行を作り出すのと変,変差を作り出すものっていうのはフィルターだったわけじゃないですか言語の差であるとか、うん、世代でそれが世代の差にもなってきたり民族差にもなってきたその世代とか民族の差をというかそういう文化の違いを作り出すようなフィルターが 物理的な条件がなくなっちゃった。特に世代っていうものがすごい影響を受けると思うんですね。ねこの AI、この新しい状況を使いこなした世代っていうことだったら、何たすけも。でもそれは生物学的な、生物的な若さにはつながらないと思う。ね三3年しか生きなくても、1年しか生きなくても、その、 AI 的な世界を彫刻ミキュランジェルの、ね、それをミシュの彫刻って情報との付き合いうこと自体が彫刻みたいなものだとすればその間の活動自体がさらにそこで3年間活動したこと自体が元のブロックの中にまた入るから <laughs> 1年生きててもいくらでも永遠化できるっていうか、うん、1>, い1年の活動がみたいなね変な感じを持ってて。うん 自分勝手に妄想かな、病気だからかなとも思っている、今日この頃だったわけです <laughs> <laughs> でもその感覚は、うん、なんか少なからず、なんかやっぱり共有されてる気も、あそうですなんかその、やり、メール、メッセージのやり取りでも少しお話ししたけど、なんかこう、今の若い、まあ、あの、芸大の卒園とかいった時にも、すごくこう私的なところ、 で制作してるっていう感覚を受けるものが結構あったりとかして、なんかそれっていうのも結構表、そのことと結構表裏一体なのかなって思いながら、ちょっと感じたりでもちょっと微,微妙に違うかもしれない。うん、だから、その、わかんないけどもね。あの、僕、言いたくないことを言わなくちゃいけないんだけど、それ。<laughs> あのね。 もともとそういうことが重要だけども美大とか芸大とか,とかっていう,まあ,いうまあ教育装置があるでしょ。うん、でその教育装置っていうのは教,教育制度でもいいけど教育制度っていうのは集合値を教えるという制度だったわけですよ。うん、だからそれはユニークな考え方とか自分の考え方ではなくてまず基本的に共有していかない知識を教える装置だったわけですよ。うん ね、それね結局それが、そこに効率っていう概念が入ってくると、その教育装置の中で、まあ、社会に適応しやすい最適な情報を選べっていうふうになってくるわけですよ。そうするとそこは結局、政治的な要請がどうしても入り、どうしてもってかなり入り込みやすい領域になってくるわけですよ。こっちは選ぶと不利だから選ぶなっていうようなことを教えちゃうわけだ ね、なんかそれはもう、えー、歴史だとかに関してみると自分たちが悩んじゃったり憂鬱になったりする情報はアクセスしない方がいいっていう考えをする人が当然出てくるでしょでそこまで含めて教育だと思ってる人がいるわけですよつまりこれはあくまで目的は集合値を作り出すってことだからねその中で私って言ってる限りはもうダメなんですよ <laughs> <laughs> ね、芸大の人たちがもし例えばそこで、うん、展覧会でバズるにはどうすればいいかなんて考えてるんだったら先生に褒められて優勝するにはどうすればいいかとかいうようなことを考えているところが入っているんはではそれ自体がもう教育制度のやり方なんですよ。で答えの出し方も多分美大でも文系でも今はどん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 そうなって試験のせいもあるけども。 最適解を結びつけるみつ、見つけなさいって言ったときには、まあ、要するによくもう最近まで言うと、要するに AI がやってるのと同じように、すでに言われている最も流通して、通念としてなってるものをまとめなさいっていう答えになってくる。うん、で、絵の場合はそれよりユニークでなくちゃいけないと言いながら、そのユニークさ自体も、まあ大体 <laughs>、教えられていて、それが組み合わされてるみたいになって。 それが自己表現だよって自己表現までも定義されてるみたいになってるわけでしょ。そこまでは AI ができるっていうかプログラムされてるわけだから、まずその教育の目的自体が集合値だった、だとするならば、それはもう、このキットの中に、そのボリュームの中に全部入ってますからっていう感じ。だからそれがまあ AI になってくると。AI が人間に対抗するかどうかっていうのは、 今のプログラムだったら、要するに集合値を作るっていうものである限りは、まあ大丈夫だと思うんです。でもだん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 そこに美的な判断とか、もっと美しいものとかなってきたらだめだけど、でも僕が付き合う限りは、萩原作太郎風の詩にしなさいとか言ったら、80点を狙ってくるんですよ、この人たちは。<laughs> 100点はできませんって言って、80点も。<laughs> だからまあ、 これは粗く粗い石がこう大体作れる形はこういうもんだよっていうようなことがぐらいまでは入ってるような石の語りとして知識が与えられてるみたいな感じの知識がみんなキットとして持ってるみたいな感じになってきたと。だからまあもこういうものをの掘り方っていうかその使い方を教えるっていうことはできるし、うん、まあ まあ新しさの意味っていうのはさっき言ったことをこう反すすると今度はあの千葉さんの言ってることと違う違うようなこと言ったけど言葉としては同じになっちゃうけど、うん、つまりそれを使いこなす理屈はさっき言ったように私しかない私じゃないんだけど実際はその、えー、使用の仕方を発明しなくちゃいけないていうかそれがなくちゃな成り立たないわけですよねだから 僕は今考えてるのは、それは物、誤解招くかもしれなだけど、物語だと思うんです、不思議なことに。うん、な今日言ったことが物語になってるかどうか、今日話した話の、そういうのを自分で種明かした気じゃないけど、自分で反省すると物語になってたかなと思ってうと、僕は今日のミケランジェルの話をズルをして、 自分の身体のリハビリの話に重ねようとしたわけですよね。うん、でそれで物語にしてつまり足が機能を失って足が細くなっちゃったって現に僕もそうあったわけだけどそれを語る理屈を考えようとしてミケランジョの話をしたのでそれは物語なんですよ。 かなり特殊な読み方を入れてるみたいな感じで。それがまあ皆さんに伝わるかどうかわかんないけど、伝わったら何か嬉しいなっていうか、さっき言った、僕はそういう、僕,僕にとってみてその話自体は、僕にとってみてそういう読み方をすると僕自身が救われたみたいな感じがしたから、他の人にも何か同じような状況にある人にも何か、何らかの救うまではいかないけど、そういうことになればいいなとは思って喋ってるかもしれないか。 うん、でもそれはやっぱりその使い方が。でも特殊な条件があって今までの彫り方じゃったらダメならこの彫り方を変更しようみたいな彫り方を変えたらちょっと形出てきてういうミケランジェルがだから最後普通だったら考えないようなことですつまり壊してもう形彫る場所がなくなってる中に形を作ろうとした時に。 要するに中世の彫刻みたいな、えー、継承が出てきてそうしたらその継承は重力っていうか身体から解放されたみたいな上昇感を与えるものだったみたいなまあそう語られてる人がいるわけ実際僕じゃなくてねその,かあの重力から離れてあの復活を物語ってるなんて言ってる人がいるわけですけどそれが結果的に無理してそれを織り直すことによって出てきたんだとすればそこまで含めて。 まあそれ,しそれしかないのかなっていう。なんか、それ主観的ってさっきの話だ。初めからある主観ではなくて、うん、<laughs> それができたときなんか、ああ、それが言いたかったのかみたいな感じなんですけどね。後から発見されるというか、あまり意識されるっていう、うん。うん、わかんないけどね。まあそんなことしかしてないんですけどね。うん、<laughs> はい。ありがとうございます。すみませんでした。 <laughs> 非常に面白い話で本当になんかどうしましょうねなんかあのコメントとか見ようかと思ってたんですけど YouTube <laughs> 私たちがズームをずっと見ているのに YouTube で終えるのかどうかあ質問がありましたでもこれはど,どうしてそんな工夫をしたんですかって書かれてるんですけどねそのどうしてあの チャットでね、今喋っててるの聞こえてますか聞ここええまますす。かミケランジェロのラウレンツ・ティッツィチアーナ全質の分析は面白かったんですがどうしてどうしてそういうふうにしたんですかってどうしてってう <laughs> 説明したような気がした, <laughs> したような気もしますけどもミケランジェロに僕はこの ミケランジェルがどうしてそうしたかっていうよりもミケランジェルがこうしたことによってけんあの建築の考え方が変わった。うんね、それはそれがミケランジェルの目的かどうかわかんないんですけども、うん、まあこれで建築のことをもう一回書こうかなと思ったけどまあ死んじゃうかもしれないけど <laughs> 死なないと思うけど本当のこと言うと全然大丈夫なんですが 難しいよね、これは謙虚に言おうとしたら死んじゃうかもしれないけどです、ね、別に憐れみをこぶってるわけではないんですが。で、<laughs> 建築っていうのは実際、彫刻、まあ、ミケランジェの彫刻自体も彫刻にも同じ問題があって、ミケランジェの彫刻、彫刻っていうのは 3D だとわれていろんな面から見れると思われてるんでしょ、ボリュームが。でも古くから言われるように、まあ、実際は、 見るたんびに全ての部分が見るわけではなくて頭の中でそれを総合して形として認識することあるにしてもし視覚としては一変にいろんな見るたんびに違う場見る場所が全部によって全部形が違って見えるわけじゃないですかということがあるでしょでその時にミケランジェの彫刻って正面性が意外と保持されてて極端なさっきの,あのタッケイ像もそうだけど平面的な部分が こう斜めにこう入ってるみたいなレリーフの重ななり合いいみたいになってるんですよでなんでもっと流動的にしなくて、レリーフの重なり合いになってるのかとか、いろんな議論があるんだけど。それと、ちょっと建築も理とい建築は彫刻どころか、もっと全体の形を見ることはできないんですよ。把握すること。図面、図面ですら本当はわかんないんだけど、図面の組み合わせで広報で把握していって、模型作ったりして把握していく。実際それを建築に 経験する人っていうか、人間がその建築に入った時に全体を見ることはできないんですよね。っていう条件から考えると、あの図書館の作り、あの全室の作り方は、理にその、かなってる。それをむしろ活かしてるわけですよ。で、僕たちは、ここは重要なんですけども、ミケランジェにとってみてもそうですけども、 あの図書館でもそうですけど、特に角のことを言って、角の、えー、部分の変な継承の、こんな変な部分をなんで付け役場、作んなくちゃいけなかったんだろうとそううあの。辻褄合わせみたいな部分ですよね、2つが貫入したみたいな部分。あのウーリアン演算みたいな,、ね、なことをやってるわけですけど。でその部分から 先ほどのような読みが出てくるわけだけどもつまりメッケランジェルにとっても部分の解像度がすごく高いその部分の解像度の高さとか異例さでもう全それを収める全体の空間が全然変わってしまうっていうかもっと大きくなっちゃう、うん、空間的だけでも時間的にも大きくなってしまうでそれはメッケランジェルの全てのあの 芸術に共通項としてあるわけだけどもそうすると、まあ、こっから先はそれがじゃあどういう哲学とかにつながるかということになるわけでそれでプロテニオプロテノスだとかネオプロダっトニズムとの話を言ったわけだけどまあつまり僕らが現実だと思ってる現実空間だとかここに石がありますとかここにこういう空間がありますとか三次元的な空間をミケランジェロがこんなものは嘘で えー、原世的なものに過ぎないと思った時ですよ思ったとしたらで実際そうなんだけどつまりそれは想像上でしか把握できないんだからそうしたらそれを覆すことをどうやってやるかといった時に手がかりなのは部分から全体のその全体が偽物だって言ってるわけですから部分の強度を高めて密度を高めて別の全体像が上がる。うん 浮かび上がるるようにするとさらに彼が言いたいのはそのでただ別のだっただ,なだけでもってさまざまな全体像が内包されてより大きな永遠とも言えるようなボリュームを表現したいと、まあ、全て思ったんじゃないかなっていうかそれが彼の世界観だったんではないかなと, <laughs> と思うんですがあも,うもうそれに対する音が書いてあるはいなんか次 次に他の人でもいいですかねそうです。ある,なんかある種の CK 列や仮想性は誰に認識されるんですかそれは観客でしょうかあの一応僕の定義という僕の言い方だと観客と作り手の差ってあんまりない。ないね、え。要するに、えー、 観客,観客が例えば美術展を見に行きましたとか彫刻を見に行きましたラウレンティーノで図書館を見に行きました。そに自分が経験したことは何なんだろうって考え,考えたり思い返したりするときに必ずそれを家に帰って何かを作ったりもしくは全く影響を受けなかったようなものでも何かをやったときにそれに何らかの影響というかつまり影響というのは具体的にあわれるとそれの 因果関係的にそれを見たことによって何かの変化がもたらされると。もっと具体的にはたまには味噌汁作っててもミケランジェロ的な作り方にいつの間にかなってしまうとか、そういう全くまあミケランジェロ的な定義はないけど、何となく感覚の中ではこんな感じみたいなのが現れてしまうとか。そういう時に初めて自分の経験を把握できるんだと思うんですよ。言葉にもしないし、 思い返しもしないで経験したっていうことはなかなかできないわけですね。うん、で、なんとなく触りとして変な感じがしたっていうんだとしても、それは反復して思い出してるわけですよ。そしたら僕は重要になるのは、このあんまり言葉だとかなんとかにならないけど、変な感じとして残ってるところが重要で、それを突き止めようとすると、僕例えば僕だったらラウレンティの図書館だったら、あこのカードが変だったんだ。うん この角がすごい変で、それをただの角の問題じゃなく考えるようにしてまた散布反復しているわけですけどだから、まあこれは建築家じゃなくてもできることだし、やっぱりそこまで自分の中にある変な感覚っていうのを反復するかどうかっていうのは重要だなと僕は思いますけど、だから観客との区別はない。再生産しようとする人。うん 作り手だっても見るものだっても、ね、それは同じという最後の審判のミケランジェルの顔のそうです <laughs> そうです大体その,あの顔の形足に足がないものとかそういう身体がしっかりしてるけど機能を失うっていう物理的にはしっかりしてるけど機能を失うっていうことに ミケランジェルは興味を持ったことは今日はちょっとお話できたと思うから、うん、今日言ったことを使って、あれを解読したら、あの最後の心配になる、えー、ミケランジェルの骨抜きになった皮、うん、<laughs> を解読することもできるとは思います、本当に、その通りです。はい。ありがとうございます。 まあ変なな話になりましたけども,でも岡崎さん自身が考えてらっしゃることがかなりあのミケランジェローの話もそうですしそこからつながっていくことも含めてとてもいや頭が悪いからそのさ最後の要するに宇宙論とかでみんなが議論していることってのは面白いんだけどその面白さを理解しているようなつもりをしてもですねなんかまだ分かんない。 うん、分からないっていう気持ちが残るっていうのはやっぱりまだ自分に古い人間的精神が残ってるんだと思うんで <laughs> まあ書いてこれは希望かもそれがあるからリハビリするんであってそのブロック宇宙論でやってる人はリハビリできないなとか思いながら読んでたりするんですが <laughs> そうですねそこがなくなると本当にそ<う>なんかそこがギリギリのところかなっていう 風邪ひかないようにしようとか思わなくなったらブロック。だから物理学の本を読んでる人は自分の人生の問題の,その具体的な病気をどうやって治そうかとか治さなくていいか。うん、もう私と別の <laughs> まあ身体とはもう別のところにもあるという感じもしますね、そうなってくると。だからミケランジェルの方が面白いですよ。うん、ミケランジェルはやっぱりそこの矛盾がまだ持ってるからね。うん そういう意味ではなんかこう、今、うん、もっと古い、ある意味、時代的には古いミケランジェロのところに、ある種の可能性がまさに詰まっているっていう、なんかそういう大きい話にもなっていくなというふうに、うん。とにかくもうその、本当にそこまで AI がいくか、AI の中にまたコマーシャルを入れ,て入れようとか、もう AI にコマーシャル入ったらもう最後,最後ですよ。<laughs> ウィキペディアみたいにちゃんとコマーシャルを入れたらダメっていうふうに、それで AI の予想に可能性はウィキペディアのデータが結構重要になってる感じもするから、なんかコマーシャルとか政治が入ってこないようにしない限りダメ。入ってきたらもう信用しちゃダメです。うん、まあ、そんな感じまたなんか。どんどん。 AI の集合値などに触れることで、どんどん中間的な観客がなくなっていくという,ようなことをおっしゃっていたと思いますが、その場合の私がどのような立ち位置にあるのか気になります。あの大体いいこ,ううこ,こういう質問になる <laughs> 僕。僕自身もそういうふうに考える。だけど、まず、その そういういろんな条件が変わっていくと私っていうものが手がかりに私というものが存在するっていうことが手がかりにするものがだんだんなくなってくると思うんですよ。で現に今あるように思ってるように思うけど今のメディアの世界でのさっきの集合値の話で言ってメディアとか教育装置で言うと実は ほとんどは自分が私であるってことを示すことを恐れてる状況にむしろなっていて、それがないってもいける便利なことを教えてるのが教育なんですよ。で、都合のいいところだけは自己表現っていうのを使って自己責任とか言うんですけども、それはほとんど積極的な意味を持ってなくて、一般化したくない、切り捨てるときに自己責任って言うんですよ。ほとんどね。 なんか消費者の選択とかと問題なんですよ。でもそれはどうでもいいところとか排除できるってことで、情報の排除の仕方ですけど、私は使われてないの、どっちみち。今は。なんか私がどのような立ち位置になるのかっていうのは、今どのような立ち位置になるのかっていうことを考えて、それが外していくことになると、私の立ち位置はなくなるんですが、先ほど言ったように、書いて私が世界全体であるっていうような言い方になっちゃうような世界になっちゃうわけですよ。つまりブロック、 宇宙論的に言うと、私が見てる世界っていうものが、今だったら主観的にしか、だって僕,僕らを発する望遠鏡も何も持ってないわけだし、そんな知識ないから、世界全体の知識と比べたら自分の知識は極めて変更してるとみんな思ってるわけですよ。でもその AI 的な集合値が自分に弁護士みたいにくっついてくると、そういう感じはなくなってくるわけ。 そうするとどうなるかっていうと、たくさんの世界観を持てる人がたくさんいる感じになってくるわけです。ほとんどこれは内容が同じぐらい普遍性というか共通性を持っていると言いながら、そこにズレがあるわけですよ。 時間的な遅れがある。かってあったらそれは5000年に遅れですとか、えー、5000年ぐらい違うよとか、500年違うよとあなたはまだ、あなたの友達はアリストテレスなのねみたいなぐらいのズレが出てくるし、そういうことだね。で、それをずれてると言ってた観測者が勝っておいたから、これは5000年前とか、現在と言ったけど、これも観測者自体がその宇宙の中に入ってくると、全部そういう違いになってくるわけだから。 たくさんの時間軸の違いというか歴史観の違いみたいな人が入ってくるみたいな私が私の世界がたくさん私の世界が客観化されたっていうか世界全体になってるようなたくさんの世界がいっぱいあるっていうのとたくさんの私がたくさんの人がいっぱいいる私主観がいっぱいあるのっていうのが同じ状態になって重なってるみたいな状態なんです。 それは議論ができないぐらいかけ離れてるのかっていうと実はヒュッと重なっちゃうことができる。もともと同じところから出てくる。つまり集合値としてはつながってるから。現象としてだけ違うんですよ。うん、だからそれはまあ僕の今のっていうか皆さんが病気になったりこう同じものを食べても同じアイスクリームを食べておいしいねとか,なんかみんなで言ってるけどみんな違う味になってる。 そういう,そそそういう感じだけどこれは完全に私の孤独なのかっていうと孤独の場合にはこういや本当にそういうふうにその脳梗塞で倒れた人なんかみんなそういうこと言うことあるんですけど全員がそうなるわけではないけどもまあ世界が急に広がったみたいに脳が解放されたみたいな客観と主観が本当になくなったみたいな感じがするの,そのさっき言った脳の過疎性がフルに発揮された一番パニックの時。 私がいいななくなるみたいねえ、そういう感じにだから主観に閉じ込められたって感じではない、うん、だけど大きな意味で言えば SF 映画に出てくる天国とかに行く映画とかいう天国なんだけどなんか他者に出会ってるけど他社が全部甘いにできすぎちゃって。<laughs> <laughs> 地上にいるときは、喧嘩したはずの奥さんと天国であったりすると、もうすごい幸せになったりするみたいな。<laughs> それは、嘘だと思うけど、それはまあ映画だからそうなってるから。だけど、まあとにかく、うん、主観が拡張して世界全体と重なるみたいな感じにな,るなんだと思うんですよ。それ、すごくいい,子どうい,いの,か,悪いのか,かな。うん、わかんないけども、 今の政治的な決定よりはいいですよ。今の政治的決定はどん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 結局はうーんあんまり触れたくないから緩くけツイッターだとかそういうものに支配されてきた。それでこれは時間的なとか量とかで忘却を促進するようなちょっと視点を変えることを言ってそれを普及させて、えー、その視点を変えることっていうのは視点を変える等の対象が こう言ってるけど実は種も仕掛け回ってさってそれを忘却させる仕組みの原説が一挙にふ広がってでそういう人が政治家になったりしてそれでクビになったりして最近みんなクビツイッター的な人がまあ急に文化がいなくなってるような気がしますけども詳しくは言いませんけど多分それはやっぱり、えー、ユーチューバーとかツイッター的なそういうような今までのメディアのあり方の集合値のあり方が。 成り、うん、立たなくなってきたんじゃないかなっていう感じはちょうどそれと重なってるからねそれは全く無関係なのかもしくはむしろそれが強調してもっと違う方向に行くのか分かんないけど僕はまあそこで出てくるだろう可能性としての違いみたいなのが面白いなと思って今日はちょっと言ったわけですけども、うん、ありがとうございました。 ちょっと時間もそろそろ不自を過ぎていい形になってきましたので、これで一旦閉めましょうか。大丈夫か、はいはい、はい。なめ、な,な下の方に沈み込んでた。ごめんなさい。<笑><笑>ありがとうございました。画面戻しましょうあの、ああ最後に皆さん今どうな。はい、共有してたのはい。はい、あ、岡崎さん、長時間。ありがとうございました。な,なんか本当にあの、い ミケランジェロっていうもある種ルネサンスにまで遡ることをあの話のきっかけとしながらもすごくこう今の現在的なところと結びついているしすごくこう岡崎さん自身の個人的なことにもつながっているしまあ逆に言えば私にもつながっているっていうことをすごくこう実感することができたのでまあそれはあの今日はの主張された方もそうなんじゃないかなというふうにも思いますしまあこれで この先どうなっていくかということを、まあ、あの実体験として皆様の考えていくことになったら今回良かったんじゃないかなというふうに思っております。はい。ありがとうございます。はい、長時間ありがとうございました。皆さんもあのあご,ご視聴ありがとうございました。<laughs> 失礼します。ありがとうございます。